MVP と新人王をダブル受賞が村上頌樹投手、でパリーグは山本由伸投手と新人王が山下俊平太投手という、まあ、両方ともね、あの優勝チームからということになりました。でも真中さん、これはもう納得というところですよね。そうだね。でも MVP 取って新人王取るって大変だよね。すごいですね。まあまあ、村上のルーキーでは1年目ではないけども、はい、でもやっぱりね、それだけ初めてのね経験をした中でね、MVP を取っちゃうわけだから、はい、これはやっぱ来年以降ですよね。そうですね。これ、あの来年以降も同じような、ね、数字を残せるようにね、あの継続できるかですよね、はいはい、村上投手は、ダブル受賞というのが史上3人目ということなんです。新人王と MVP の、はいはい、で過去がですね、はい、1980年の日本ハムの木田投手、木田投手で90年の近鉄野茂投手、野茂投手、はい、以来の3人目。3人目か。で過去のうち2人はチームが優勝はしていないんですよ。優勝しないで取ってる、はい、取った。なので優勝チームからは史上初ということになりました。はい、ちょっと票割れてましたよ ね、 あ、そうですね。確かにみんな、ね、迷った感じはあったんですけど、うん、でもやっぱり村上投手になりましたね、うん、そうですね、うん、ちなみにパリーグ MVP は3年連続で山本投手ということになりました。そうだね、あのちなみにセリーグも3年連続村上さんではあるんです。あのヤクルトの村上、村上の村上ね、はい、これだね。そうですね、これだね、ありがとうございます。はい、そういうことです、はい。この大竹投手は改めてチームメイトとして村上投手近くにいたと思うんですけど、はい、こう大竹投手から見てこう村上投手のピッチングってはいかがでしたか。あのまずあのホークス時代にもう本当にファームで投げ合う試合がめちゃくちゃ多かったんですよ。筑後とナローハマ で、はい、でホークスも全然打てないので、はい、なんでこいつは2軍にいるんだっと思って投げてたんですけど、あ、まあ、それがスタートで、まあ、いざチームメイトになってみて、やっぱり体は強いなっていうのはすごい感じますね。こう体力があると言いますか、まあ、夏場でもたくさん食べるし、食べ過ぎちゃうんですよっていうぐらい、全然こう夏バテみたいなものを感じさせなかったので、まあ、登板の当日でも本当に今日投げるのかなっていうぐらいこうリラックスして試合に臨んでるので、普段通りで投げられてるんだなっていうのはすごい、まあ、僕も参考になりましたね、はい、大竹投手はその自分の登板前ってどうで、結構緊張する方ですか。もともと去年まではすごいしてましたね。もうそれが悪い方に出てたので、はい、まあ、今年はその、まあ、村上もそうですけど、うん、まあ、西さんだったり青柳さんだったり、うん、その先輩方からメンタル面の話も聞きながら、はい、まあ、その緊張が悪い方にはあまり出なかったですね、そういうアドバイスのおかげで、はい、あの村上投手結構食べるっておっしゃってましたけど、大竹投手はどうなんですか、食べる方ですか食べない方ですか。バカみたいに食べますね。食べるの食べる方食べるんですか。まあ、夏はちょっと食べれない時期もちょっとありましたけど、基本的には、はい、もういつもご飯行っても3軒ぐらいはしごします。あ、そうなんだ、はい、ご飯で3軒行くんですか。寿司、焼肉、ラーメンとか。すごいね、あ、でも俺もそのコースあるね俺も夏でもいつも食べれるから、はい、夏のが食べれる。あ、そうなんですか、うん、夏の食事。夏バテ経験は。じゃあ夏バテはでもバテてるんだけど他の人に比べたら絶対バテてないなと思って。ゆうさんどうぞ。夏強そうです。僕は夏に太るタイプ。そう、一緒に、ね、やっぱり俺一緒な気がしたんじゃないですかな。じゃあ井口さんもその3軒はしご行けますか。あの20代の頃は初めて行きましたね、はい、そうよ、考えられない。お寿司食べた後に焼肉行くんですか。そう、みんな食べるのが楽しみだもん。へー、食べます。3軒ぐらい行きます。行きますか、はい、いやでもそれこそスポーツ選手だなって、野球選手だなっていうなんかこう感覚です、ね、でもちょっとコロナも落ち着いてね、なんかみんなでこう、うん、プライベートもね、食事出たりするのはちょっと気分転換で最高にあれいいですよね、うん、そうですね。やっぱそういうのが、うん、もうほんとコンビニしか外出許されてなかったような時期もあったので、それに比べるとやっぱりリフレッシュする時間が取れて、うん、はい、非常にいいと思います ね、うん、ね。さあ、そして新人王の山下投手もちょっと聞きたいんですけれども、井口さん素晴らしい活躍でしたね。いや素晴らしかったですね、うん、球速いで、球種は、ね、少ないんですけど、はい、やっぱりこうまっすぐ160キロ近く出て、うん、縦の、ね、こう大きいカーブでフォークがありますからね、はい、まあ、なかなか狙ってもみんな打てなかったですね。そうですね、まあ、あのオールスターでも選手間投票でトップでしたよね。あ、それぐらいやはり選手の中でもすごいっていうのが感じたんじゃないでしょうかね。止めてるピッチャー、うん、そうです。あのオリックスってなんでこうなんか次々に下から出てくるイメージが出てきますよね。すごいですよね、うん、あれなんでなんですか。いや、なんでって分かってたら去年実践してますよ。そしたら井口さんも俺もっと勝ってるそんなことあったらいやでもね、本当にドラフトからやっぱあの育成ってとこはしっかりしてると思うんですよね、じゃないとこう毎年やっぱり若い選手出てこないですよね。そうですよね、はい、今年も育成からね、東投手が出てきたりとか、ね、大竹投手も育成、ね、出身っていうところもありますけど、はい、本当になんかオリックスどんどん出てくるなというイメージがあります。